皆さんこんばんは。本日の試合はコパ・スダメリカーナ第1ラウンドセカンドレグ、オリエンテ・ペトロレロ対グアラニ、エスタディオ・エスコルピオよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。七海さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。今前半キックオフになりました。コパ・スダメリカーナ第1ラウンドセカンドレグ、オリエンテ・ペトロレロ対グアラニ、注目していきましょう。バルガス、ラフエンテ、ロドリゲス、素晴らしいパス、早速シュートを打ってきます。自分が打ちやすい場所にボールをコントロールしてますからね、うまいですよね。ヘッド、これはクロスバーのわずかに上。サンタンデール、もう一つ前に行きたい。どうする、ボールコントロール出ましたね。バルガス、ボールはサンタンデールからルイス・ゴンサレス、ラフエンテ、モンテーロへ、長いボール裏へ落とす、ヘッド、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。長いスルーパスでしたけど、相手の守備を切り裂くようなパスと動き出しでしたね、非常に効果的だったと思いますね。そうですね。グアラに前半未だシュートがありません。これはクリアします。バルガス、決めますか。ホイッスル鳴っています。ゴール前狙える位置でのチャンス、オリエンテ・ペトロレロ、イエローカードです。フリーキックのチャンス、ボールを上げる、オリエンテ・ペトロレロとしては守護神が当てく、守護神触る、あー、オフサイドですかね。グアラにちょっとそろそろディフェンスを立て直す必要があります。ラフエンテ、ロドリゲス、ゴンサレス、流れを止めます。キーパーからのロングフィード、カットです。抜け出しました、自分で持っていく、懸命のクリア、ここで受ける、打った、わずかに右へそれました。決定的なチャンス、得点に結びつけることができませんでした。
前半30分を過ぎたところです。今日の試合まだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ラフエンテ、どうする、このボールをカットします。ラフエンテ前線へ出す、ゴンサレス、ルイス・ゴンサレス、ここで受ける、サンタンデールからルイス・ゴンサレス、あーいいボール出ましたね。サンタンデールピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。ドリブルで抜けてからのクロス、サイド攻撃が効いてるなっていう感じがしますよね。スローインです。アギラル、40分を過ぎています。とにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。クアラに起点となるアクションが欲しい。一旦キーパーに戻します。押し込まれる前に奪えてますね。さあ次は効果的な攻めにつなげたいですね。ゴンサレス、サンタンデール、これをカットします。ゴンサレス、サンタンデール、裏を狙う、裏に味方を走らせる、シュート、弾いたボール、さあラストプレーになるのか。前半ここで前半が終了しました。前半0対0、グアラに前回勝利を収めましたので、まだ今のところ優位な状況です。この調子でいけば問題なさそうですけど、もう1点決めておくと非常に楽になりますよね。そうですね。この後も全く展開が予想できないままセカンドハーフに突入していきます。得点は動かないまま後半を迎えます。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。上げる、ヘッド、ゴール決まった。後半に入って試合が動きました。いや見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。カウンターといったらこのチームっていう情報は誰もが持ってたと思うんですけどね。シンプルないい崩しでしたね。さあグアラに先制ゴールを決めました。1対0、後半立ち上がりのゴールでしたね。まあここから相手が修正してくる前にもう1点取りたいですよね。ロドリゲス、ちょっとボールが落ち着かないですね。中盤での潰し合いになってますよね。浮かせて裏を狙う、いや面白いな、いい形で全部インターセプトされてますね。ボールはラフエンテ、ループシュート、グアラリとしては今いい時間帯ですから、このリズムを大切にしたいですよね。バルガス、ボールを奪えるか。このボールに触ります。これはクリアします。
リス・ゴンサレス、ボールは収まりません。サイドを縦に走らせます。このパス抜けてきます。ヘッド、お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。エリア内に枚数揃っていたので絶好のチャンスでしたけどね、はい、惜しい攻撃でしたね。そうですね、グアラに1点を先行しています。まだありますよ。ゴンサレス、ここはファールです。レフリーの答えはイエローカード。グアラに今のでイエローカード2枚目となりました。味方が倒れた選手の様子を伺っています。縦にボールをつないでいきます。ルイス・ゴンサレス、サンタンデール、味方を走らせる、スローインです。後ろに戻します。いや来た、どうだ、シュート、ゴール。さあさらに点差が開いています。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、うん、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね、後半21分です。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。グアラニとしては攻めるのか守るのか、チームとしてのゲームプランをはっきりしておいた方がいいですよね。バリダス、大組み立てる、ラフエンド、ロドリゲス、スルーパス、打っていった、ここは打っていきましたね。ゴンサレス、こういう武器もあるぞという意味では非常に効果的な一歩になると思いますね。ロドリゲス、モンテーロへ、ラフエンテ、このボールに触ります。さあ残り15分、とボールはモンテーロ、モンテーロへ、これはスローイン、残り10分を切りました。混戦模様中盤、長いボールを送ります。これだけ奪えてるってことはミドルサーブでほとんど仕事させてないですよね。サイドのスペースを使う、サイドフリーですね。キーパー直接処理しました。ゴンサレス、今日は得点を挙げています。縦にボールを送ります。
ここはカットします。目まぐるしくボールの持ち主が変わる。これを拾ってもう一度進めます。ベーニャ、ここで笛です。2対0、グアラニファーストレグに続きセカンドレグを勝利しました。さあ七海さん、今日のゲームどうでしたか？グアラニとしては後半に入ってからはリズムに乗った攻撃ができてましたね。